泡盛残波プレゼンツ読谷大好き飲み歩き。この番組は有限会社比嘉酒造の提供でお送りします。読谷大好き飲み歩きレポーターはじめちゃんでございます。本日は出張飲み歩きということで、私読谷村を離れ女村の、ね、前田に、来ております。そしてこちらでご紹介するお店はこちらビストロリュイールさんでございます。まあ女村の前田といってもですね、すぐ目の前にはですね長浜ダムのね、橋がかかったところありますけどね、そちらを渡ると女村になるんですが、もうその渡ったすぐそこね、すぐ目の前にね、あるというところでございますね。まあほとんど読谷村で言っても過言じゃないかなというふうにね、個人的には思っているんですがね、まあ、ビストロリュイールさんということですね。どういったお料理が出てくるのか楽しみです。また青森残波どういった種類置かれているんでしょうか、興味がありますので、そちらもね、ぜひ皆さんにお伝えしようと思います。それでは行ってきます。はい、それでは早速私店内お邪魔しております。お隣スタッフの方来ていただいております。さあ、自己紹介お願いいたします。上野陽一です。はい、上野さん店長さんですよね。はい、はい、ご出身はどちらですか。大阪になります。大阪。沖縄に来て何年目ぐらいですか。沖縄の15年ぐらいになりますね。じゃあもううちなんちですね。そうですね、ぶつけたらもうあがとか言っちゃいますね。ですね。で、まあ、こちら、まあ、ビストロリュイールさん、お店の方は何年目ぐらいなんでしょうか。はい、まだ立ち上げて1年半になりますね。1年半、ちょっとまだ新しい形ですね。そうですね、これからっていう感じで、はい、ですが、私このビストロリュイールちょっとなかなか聞き慣れないんですが、これどこの言葉なんですか。これはフランス語ではあるんですが、意味はその光り輝くとか月の光とかいう感じで。それでですかね、あの店内もそうですけど外観も白でちょっと統一された形ですよね。あ、そうですね、はい、これはもうお店のこだわり。ちょっとこうすっきりした感じで、あのお料理に集中してもらいたいというか、あの沖縄の日差しにちょっと合うかなと思いまして、はい、早速ですがこのお店、はい、料理としてはフランスのね、あのお店の名前っていうことですが、どういった、まあ、フレンチというとね、ちょっと僕もあまりわからないですけど、フレンチはどういったものがあるんでしょうか。割とあの幅広くうちはやっておりまして、まあ、簡単に言えばそのカルパッチョとか、はい、そういったイタリアンな雰囲気も出しつつ、その魚のポワレであったり、鴨のローストであったり、ラムを使っていたりと、また別にそのカジュアルな感じでハンバーガーなんかも出してて、そのフレンチの枠を超えたビストロでという形で、ハンバーガーでね、ちょっとね表の看板の方にもあったけど、ベニブタバーガーでしたっけ。そうですね、ベニブタバーガーで、この読谷独特の美味しい豚肉を用いておりますね。ね、さあ、ね、美味しいフレンチのね、メニューも伺ったことですのでね、アルコールの種類もね、こちらミストロリュイールさんどういったものを置かれているかちょっと伺ってみたいと思います。アルコールの種類どういったものを置かれているんでしょうか。そうですね、あのやっぱりオリオンビールをはじめ、コロナビール、ハイネケンから始まり、やはりその地酒の残波さん、こちらは、あとはやっぱり洋食ということで、そのスパークリングワインからその本格的フランスのワイン、ちなみにうちのお店はもうワインは全てフランス産になっております。ワインに限っても全部フランス産。そうですね、これはもうちょっと統一して、そのフランスのその地方地方の味を楽しんでいただきたいという形でね、厳選されたね、まあ、ワインもはじめ、アルコールいっぱいあるということでございますが、まあ、青森ということで地酒のね残波も置かれているということで、何を置かれているんでしょうか。残波は種類、こちらはもうザンクロをメインに、置いておりますね。はい、ザンクロということですが、まあ、青森ね、まあ、こういったところでお料理として合わせるとしたらどういったお料理が、まあ、合うんでしょうか。フレンチだと。そうですね、青森やっぱり独特のこの風味がありますので、おすすめしてるのは、一番はやっぱりその青森を使った、オリジナルのスペアリブを
煮込んだものがありました。こちらおすすめしておりますね。それとは別にまたちょっとさっぱり系でホタテをですね、炙ってそれを冷製のパスタとしてレモンドレッシングであえたものがありまして、このすっきり系のものと合わせるのもまたいかがかなと思いました。美味しいかなと思いました。はい、ではこちらビストロリュウユウさんの青森残飯の一品、まあ、商品名としてはメニューの名前は何ですか？黒豚スペアリブの八角風味というお料理。これはどういったお料理の中身にはなってるんですか？これはスペアリブをですね、ちょっと圧力鍋でと、あと八角という香辛料、はい、スパイスと、あと、まあ、いろんなこう青森と、まあ、いろんなスパイスと調合したものを煮込んで、すっきりとした柔らかいお肉になっておりますね。これはちょっとおすすめかもしれませんね。私もね、ちょっとね、先ほど匂いをね少し嗅いだんですがね、まあ、八角のいい匂いとで、まあ、このお肉スペアリブに乗ったね、ちょっと 甘いようなねソースですかね。そうですね、ちょっとスープ仕立てにしておりまして、すっきりこう優しい味わいになっておりますね。ですのでね、まあガツンとくるね青森残飯の黒にねちょうどね、合うね味わいになってると思いますので、ぜひこちら来た時に、ね、あ、もう一度メニューの名前お願いします。黒豚スペアリブの八角風味でございます。はい、というわけでございますので、ね、なかなか一回で覚えきれないんですがね、そちらもねぜひ青森残飯に合う一品ということですのでね、ぜひこちらもご賞味いただきたいと思います。はい、それではですね、もう美味しいフードアルコールね、青森散歩にある一品も伺いました。最後にね、営業時間と伺っていきたいと思います。こちらビストロリュイルさん、営業時間は11時半よりランチは3時まで、ディナーの方が6時から10時までとなっております。はい、ランチディナー2つのね、時間帯に分かれております。定休日は月曜日と第1日曜日です。月曜日と第1日曜日となっております。それではご連絡先お願いいたします。098-923-1213です。はい、923-1213なんですね。はい、そちらの方までねご連絡いただいて、もう本当店内ね、ちょっと本当レストランと言ってもいいですよね。そうですね、こじんまりと小さくは構えてはいるんですが、お料理の方は自信を持って本格的なものを出しますので、ぜひ。もう上野さんの自信の顔がね、私はねひしひしと伝わってきておりますのでね、もうお料理のね腕も確かだと思いますので、ぜひ皆さんお越しいただいてね、青森残飯とね一緒に合わせてお料理楽しんでいただきたいと思います。その他なんか告知とか、まあ、カメラの前で見ている方々にメッセージお願いします。ですね、ランチの方はですね結構カジュアルな感じでバーガーとかパニーニとかそういったものもありますし、あとがっつり系の丼、ライスボールというおしゃれにちょっと出してるんですけど、蓋を開けてみたら丼みたいな感じで、お昼はがっつり系もあります。夜はですね記念日とかそういったにも対応できるようにコース料理の方を2種類ほどご用意してますので、こちらの方ぜひご利用ください。はい、というわけですので、ね、ぜひ皆さんお越しいただきながらね、青森さんは楽しんでいただきたいと思います。本日お届けしたのはビストロニューイルさんでございました。上野さん、お越しいただきましたありがとうございました。ありがとうございました。ビストロニューイルは飲酒運転撲滅に協力しています。お帰りの際はタクシー代行ご利用ください。よろしくお願いします。今夜も青森残飯で乾杯。琉球青森残飯プレゼンツ、読谷大好き飲み歩き。この番組は郵電会社東酒造の提供でお送りしました。来週もお楽しみに。